ハクティはオープンソースで業界標準のデータロギングツールアードツールのためのフロントエンドアプリケーションとして設計された Web ベースのネットワーク監視及びグラフ生成用のオープンソースソフトウェアである。指定間隔でポーリングし取得したデータをグラフ化する機能があり、一般的に CPU の負荷やネットワーク帯域利用幅などの時、系列データを測定するために使用される。 一般的な使用法としてはシンプルネットワークマネージメントプロトコルを介したスイッチングハブまたはルーターのポーリングによるトラフィック量を監視するフロントエンド側の処理で複数の利用者ごとに独自のグラフ設定で固有の処理を行えることから時折ホスティングサーバー業者が顧客の帯域幅の統計情報を表示しているアードプール関連ソフトウェアの手動設定なしで 監視できるようにデータ収集設定機能が利用できる。シェルスクリプトや実行ファイル経由で任意の対象を監視するように拡張できる。小規模のインストールに適した PHP スクリプトである CMD、PHP か C 言語で組まれ数千ものホスト環境を拡張可能なスパインを選べる。各 T プロジェクトは2001年9月2日に ヤンベリーによって開始された。ベリーは PHP とマスコールを学び、まだ高校生の間に小規模 ISP で働いている時にプロジェクトを始めた。彼が各 T を作った目的の中心はアードトゥールよりも容易に使用でき、また MRTG よりも高い柔軟性を提供することだった。ありがとうございます。